せーの、田村ピースです。今日は日頃からいろんなものに支えられて生きてると思う。何いきなり、いや意味わからへん。悟り開かして、やっぱりその作ってる人側に感謝したいなっていう気持ちを芽生えるわけですよ。ああ、物を作ってくれてる人いいってこと。食べてるそのお茶碗だったりとか、自分の寝てるきしんでばっかりだけどベッドだったりとか。ベッドにはマジで感謝してほしい。かわいそうやもん、ベッドがじんじん乗られて毎日痛いよ痛いよって言ってるよ。なんかそのベッドの気持ち分かったように言うけどさ、聞いたんかちゃんと。生きてないものに対して聞いた。いや、生き物じゃないものに対してなんかその聞き取ったって、頭おかしい人やろ。なんか生きてないものに対して聞き取れる。私このドラえもんの気持ちも聞き取れる。この、じゃあなんで言ってる？着てる服、やっぱりそうやな、やっぱりそうやな、わかるわ。なんて言ってるの？かわいそうに。もう初めもちょっと S サイズだったのに、この人が来て伸びて痛いって言ってる。やかましいわほんまに。布がかわいそう。今日はあれやんな、自分が日頃お世話になってるものに感謝しようの回ね。そうということで、じゃあ私の日頃お世話になっててすごい感謝したいものは、じゃん、アロンアルファでございます。アロンアルファ、はい、あんたどこにそれ使ってるって感じやけど。これマジで毎日持ち歩いてるから私、アロンアルファ。どこで、例えば？靴の裏剥がれるよ。靴の裏？またそういうところでか。あ、アロンアルファは必需品ですということですね。必需品言えてない。難しい。必需品なんだ。まだ言ってない。ジンジンはね、こちら、ででん、鳩麦化粧水。これはもう1年ぐらいもうずっとお世話になってる化粧水たちで、これはなんかいろいろ使えるの。例えばこれはもうジャバジャバ、もちろん化粧水として使う、その他にもなんかね、コットンとかティッシュにつけて、その自分たちのスマートフォンとか、スマホとか掃除道具に使えるの。びっくりするっしょ。違う、それっていいやつが使っていいやつ。それもググって、ほんならいろんな使い方がありますっていうので、万能、しかも潤いやばいし、まあどうやって感謝するかっていうと、こちらのカスタマーセンターに今から僕たち電話をします。感謝の気持ちを伝えます。いや本当にね、マジ感謝してる。これをやっと来たかっていう、作った人にちゃんと感謝するっていう、そうだね、はい、じゃあさっき人事からいく？いいです。はい、お願いします。本当も使ってみ、一回これ。鳩麦化粧水使ったことあるんで。あ、どう？そんなのか。しっとりもちもちいい感じって感じ。めっちゃ棒読みやんな、今から感謝するのに。お電話ありがとうございます。ただいまおつなぎしております。お電話ありがとうございます。リミオン株式会社でございます。こちらの鳩麦化粧水の方を使わせていただいたんですけど、ありがとうございます。はい、なんか使い始めてから肌がもうめちゃくちゃもう潤ってしまって、なんか掃除道具として、なんか窓拭いたりパソコンの画面を拭き取る時にも使ったり、使い勝手が良くてっていうのを伝えたくて、ちょっとお電話させていただきました。はい、お肌には合うということで、もうめちゃくちゃ合いますね。よかったです。今後とも、はい、よろしくお願いします。こちらこそどうもよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。以上、佐藤が。はい、どうもありがとうございます。はい、何の電話やねん。お互いにありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますって。でも心よく、すごいちゃんと僕の意見受け止めてくれた。すごいいい人やった。いい人やった。この田中がにね、次は、はい、こちらのアロンアルファさんにおかけします。やっぱね、めっちゃ助かってるから、ほんまにアロンアルファだけはほんまに。そうなんや。アロンアルファの製品をいつも使わせていただいてるんですけど、はい、ありがとうございます。はい、今日とかも靴の裏のところを剥がれて、そういう時に使ってるんですけど、本当にすっごい製品だと思って、本当に、はい、これからもアロンアルファは作り続けていってほしい製品だと思います。はい。わかりました。ありがとうございます。すいません、お時間ないのに申し訳ないです。はい、はい、頑張ってください、これからも。はい、励みにします。はい、ありがとうございます。笑ってもとるじゃないか。いや、でも笑うやろ、誰でも、こんな電話かみたいな。はい、ということでね、まあ、電話したけどね。本当に、人事たちが、もう、ご利用しするほど、おすすめなので、このアロンアルファと鳩麦。また、こういう詳しくどういう風に使っていくかとかもね、ちょっと。どういう風にする、詳しくどうやって使うかって、化粧水塗って、乳液塗るだけやわ、普通に。それを言ってもったら、もう終わりや、ほんまに。あんたも、ちょっとこれ。靴しか言ってなかったけどさ。いやまあね、アロンアルファ使うこと、正味靴しかないです。あんた。